はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ、今回はですね、10周年記念大型アップデートのプレビューサイトがさらに更新されたということで、いろいろね見ていこうかなと思うんですけれども、まずですね、こちらのねプロモーションムービー、こちらをねまずは見てもらって、そこからねいろいろ話をしていこうかなと思います。まあ、ちょっとここでは再生しないんですけれども、まあいろいろ気になったところ、まずですね、エルゼリオンの行動としてですね、まあ超耐震とかいろいろね、こう長方向もやってくるのか、長方向ではないかな、多分超耐震だけやってくるかなと思うんですけれども、そこもねめんどくさそうだなってのと、まああとは氷付けだったり、氷付けしてから炎で投げ払うとかっていうちょっといやらしいような ねやつもありましたし、あとはまあ修練道で天衣種が登場するということで、どう対策取るのかなっていうところをちょっとね気になるんです、気になりますし、さらにですね、あの画像の3体ね、画像で紹介してた新たな天守3体は結局、まあ、レビではなくルコだったっていう、ルコと、ね、ミドガロンと、ね、ガノトトスということでね、いやまあ岩が見えなかったからねまだマシかなと思うんだけど、ちょっとまあルコはちょっと警戒しておこうかなと。いや僕は信じたくなかった、いや僕は信じたくなかったよ、ルコか大丈夫かなっていう感じで、まあちょっとね気持ち的にも、まあ、ルコで、ね、頑張るかみたいな感じなんですけれども、あとはまあでもガノトトスのあの気持ち悪そうな、なんかあの体液を飛ばしたような、あれはすごく気持ち悪いなって思ったんだけど、あれは大丈夫なのかねまあでもフルフルのパックッチョに比べたらそこまででもないか。まあそんなわけで、あとはまあでもまあまあまあそんな感じかな。で、僕でも一番気になったのは、両段部屋のなんかね、共用ボックス、あそこがなんか光ってたのは、あれすげえ気になったんだけど、あれ何なんだろうね。あれもまたなんか出んのかな、なんか出るのかね、わかんないですけれども、でとりあえず今日はね、まずいろいろね見ていこうと思うんですけれども、What's New ということで、 What's New で出てきてるのはエルゼリオンの情報公開、それからまあ、トリダードの情報公開はこれは前のやつかな。でまあこれでエルゼリオンのね武器とかいろいろ装備とかも出ましたんでね、生体ですけれども、それからアクション等々も来ておりまして、火柱がドーンって上がってて、これでね氷とね炎でこんなん共存できるわけないのに、こんなね、さすがモンスターやでそういうところがモンスターたるゆえんだよな。でまあこれで G 級防具でですね、新しいスキルもね出てきますけれども、こちらがね防具となっております。剣士の方は基本一線系がね入ってる感じですね。どうせだったらもう1005ぐらい入れりゃいいと思うんだけどね。まあこんな感じで、ガンダの方が攻撃基本となっております。まあ正直 GX 防具なんで、まあなかなか難しいとこあるかなと思うんですけれども、まあ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 、1V ぐらいなら入れられないことないかな。まあただガンダはね、死守防具も 1V で、こっちも 1V ってなるとちょっと、で、弾化ができないのかな、これは。弾化できないっぽい。ってなるとちょっとまだまだこの新スキルは入れるまでは、至らないんじゃないかなと思うんですが、新スキルこちらちょっとごめんなさい、読み方が分かんないのでとりあえず保留しておきます。攻撃を当てると段階的に会心率が上昇し、会心ダメージがアップする。でこの会心ダメージのアップについてはまだ、ね、追加されてなくて、1週間だけその7月5日から12日までのその間ね、出てきてからのその間は多分まだついてないらしいんだよね、これね。で12日からね追加予定みたいなんですが、それは後でまた見ていこうと思います。で一定時間攻撃を当てることができなければ効果が消える。この辺はね、最初の効果、最初の発動まで、まあなんだろう、氷塊蘇生みたいな感覚、氷塊蘇生もそうだし、あとはあれかな、吸血みたいな感じでどんどん上がっていくみたいな、そんな感じですかね。で一定時間当てないで消えるってのは、まあ氷塊創生と似たような感覚みたいな、多分そんな感じだと思います。氷塊も入ってますね、ちょっと多めに入ってるのかな。でまあそれで、まあこの新スキルは、まあその会心ダメージのアップがどれくらいかによってこう運用されるかされないかっていうところねあるんですけれども、まあで画廊レベルだったら結構みんな入れるかな、でも入れるんだろうな多分ね、どうなるかわからないですが、楽しみにしていこうと思います。で G級武器の方もね、追加されます。まあ灼冷属性ということで新たな属性がね来るんですけれども、炎じゃなかった、火と氷ですね、火と氷の属性となっておりますので、お間違いないようよろしくお願いします。片手剣がですねこんな感じの性能で、続いて双剣、それからタチかっこいい、これめっちゃ好き、このフォルムで、ガンランス、それからスラッシュアックス、これもかっこいいね、あーかっこいいな進化武器みたいでまあこれで、弓ということで、ですね、まあそこまで倍率も高くないですし、まあ灼冷属性がこれがとんでも属性だったらね面白いんですけれども、150%150%とかでね、
火と氷がそれぐらいのパーセンテージで 300% の、ね、属性なんて言ったら面白いんだけど、まあ、ちょっと属性ちょっと低めなんで、まあそこまでね強くはないかなっていう印象ではありますかね。まあそんな感じでね、あのエルゼリオンの情報についてはこんな感じでしたね。あの動きについてはまあプロモーションムービーを見てね勉強してみてください。シュレンドについてはねそこまでこうまあなんかあるってわけではないかな。あのまあムービーでねいろいろ出てきたと思うのでムービーの方ねご確認ください。まあであと新機能は、まあ、イメチェンのやつはこれはあれかな、前に出てたのかな、情報に関しては。であとこれとねですね、これと運営のツイッターでですね、公式ツイッターで、入魂自動化についてね言ってたんですけれども、入魂の自動化はデフォルトがオフということで、オンオフ切り替えができて、ちゃんとこう、ね、デフォルトオフなんで入魂テロってのは起こらないようにね調整されてるみたいなので、そこら辺は大丈夫とのことなので安心してください。ちゃんとね運営さん言ってたので大丈夫ですよ。でまあ先ほど言ってましたあの会心ダメージアップについてのねやつとか、あとはあとね交流強化がちょっと変わるんですよ。内容がねあの強化されるんですけれども、まあ会心ダメージアップについては7月の12日にね情報でがまあ情報修正というかまあスキルのね修正が入りますんでね、これに関してはまあ12日まで待てということで、12日になれば大丈夫なので、そこからですね使うならそこからですな。うん、なんか先天強化の先天の時と同じような感じだね。でまあこれで交流強化の方なんですけれども、こちらのですね修正内容がですね、修正後のスキル内容が、ハンターの周囲に攻撃判定が出現しモンスターに当たるとダメージを与える、まあなんか回避を成功させた時に攻撃判定がバーンって出てきて、そこにモンスターが当たるとダメージ与えられますみたいな、そういう効果が追加されるらしいです。まあ斜め上行ったというか、なんでその回復量を増やしたりだとか、その回数をね切れ味消費量をゼロにするっていう、その回数を増やさなかったっていうかっていうところでちょっとまあ疑問が残るんですが、まあまあまあこういうね修正というかまあこういうね、内容が追加されるということで、まあ前よりはねさらにこう効果が入りますんで、まあいいんじゃないかなと思います。反射のようにモンスターにはダメージを与える要素、反射のようにってのがなんか気になるね。これか別にさ、あのダメージを与えるんだったらダメージ与えるでいいと思うんだけど、反射のようにってことはまあ方向が決まるとかそういうのもあるのかわかんないですけども、まあ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 その辺に関しては氷塊創生みたいな感じではないっぽい、反射のようにということなんで、そこだけねこう覚えておいてくださいということで、今回はこんな感じでありがとうございました。まあね、大型アップデートいろいろまあ楽しみなことあるんですけれども、特にまあリファインとかね、リファイン気になるな、早くリファイン出てくんねえかな。あと天使の防具、天使のね新たな3体の防具も気になりますんでね、まあとにかくアニバカ楽しみなのでね、待っておこうと思います。ということで今回はこんな感じでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、それからツイッターのフォロー等々待ってますのでよろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。